んにちは。こんにちは。ミカミックスです。今日は奈良市の駅に来ております。今日何するのかというと、このボドゲステーション。ほう。300種類以上のボードゲームが自由に遊べます。ボドゲステーション、奈良市の駅。すぐ近くにあるんで、今日はちょっとこちらに遊びに来たいと思います。クラスク。はい。じゃあ、こちらはオーナーおすすめの。じゃあ僕はここの審判でやりますね。ああ。はい。エアホッケーですね。エアホッケーです。エアホッケーです。出して。あ、下抜けした。これが磁石になってます。これが磁石になってて、下からこれで操作をするという。まあボールを入れれば勝ちという感じで。そうですね。基本的にはボードを入れるホッケーみたいなゲームですが、真ん中にある障害物。これも磁石になってるので、そうです。これが全部くっついちゃったら、それも負けですね。あとはまあ目的としてはこれを穴に、相手の穴に入れることが第一の目標ですが、これもあるの？そう、集中しすぎて自分の穴に落ちちゃったら、それも相手の得点です。これ頑張る。得点はここにありますので、ね、これが入ったら動いていきます。で、6ポイント先取ですね。はい、じゃあ、不詳私、審判務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、頭使わなそうなんで。そうですね。楽しんでやってください。頭使わなさそうなんで。はい。はい、じゃあ、まず、まあ、もうこれは僕がボール落としましょうかね、これね。いいですね。じゃあ、用意、スタート。いいスタート。これ、速攻1点です。ポイント。やっぱボールばっかり見てることになりますね。あとはもう、どうぞ。私、負けた方がいい。やっぱり大事です。はい、はい、お、止まれば、はい、あの、あ、今ね、前見てるのあれがつくからね。おー、惜しい。打球が強すぎた。やばいやばいやばい。今まだ拾える、あ、もう拾えた。これもう見返した、負けです。白熱しすぎたわ。はい、スティックを飛ばしたら負けですね。それ実はあの真ん中に仕切りがあるんで、向こうまで行けない、相手の陣地まで行けないんで。あ、じゃあ神さん今点数増やしました。あ、増やしてないです。そうですね。はい、はい、はい、お、狙ったね。おぉ、ナイス。なかなかいい接戦ですよ。ガード、ガード、ガード夫人。おぉ、すごい、すごい、外でこれ打球が強すぎでしょ。これも強いか。ちょっと待って、まだ引けたよ。まだ引けたよ。お互いですね、打球が強すぎます。白熱するのは分かりますけど。はい、まず、ほい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 、はい、あ、甘い。おー、落ち着くやん。平常心だね。平常心ですね。平常心が大事。早い早い。慎重に慎重に。はいはいはい。平常心か。平常心。いけんじゃないの。おかしいな。これね、はい。まず4-4-3。いきます。あんまり近すぎても入っちゃうかな。集中するとこがね、いっぱいあるよね、これ。お、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 いいぞ、いいラリー、いいラリー。あー、で、はい、こっちだ。あ、で、なんだ、前ですね、前です。前。普通に前に出る。おーし、あー、つかったなー。こうだね。そうだよ、深見さん、強。あ、来ましたね。あ、あ、あ、バンが浮いた。よし。はい。ほい。ほい。おー、長いラリー。真ん中の方が怖い。これ。危ない危ない。これ危ない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 。
あ、2個ついた、2個ついた。あと1個ついたら負けですよ。あー、やだ。さあ、カードにデュース、デュース、デュース。今のはいいなりだった。はい、はい、これ動いてないんだけど、めちゃくちゃめちゃくちゃやったー。あー楽しい。なかなかこれはもう本当、はい、誰でも楽しめますね。頭使わないです。頭使わないですからね。ただやっぱ注意力がね、本当にね。じゃあ次は腕組んで待ってる。よし、じゃあやりますか。審判お願いします。はい、ああ、じゃあ私。はい。ではよろしくお願いします。はい。落とすよ。なんかいきなり危ない動きをしたけど大丈夫か、クマ。あー、ごめん。びっちり、びっちり狙ってやったよ。これやるよな、よく。よし。おお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 お視界が悪いんじゃない、それ。あ、そう。おっ、おお、4対1ですよ。完璧じゃないか。クマ絶対見えてないよ。あ、あ、クマさん、クマ弱いぞ。ね、あ、1個飛ばされた。あ、もう出てるね。あー、どこ行った。あー、どこ行った、やばいやばい。視界が悪すぎるよ、それ絶対。クマさん、うん、これね、ちょっとね、視界があるんで、これね、もう5台ぐらい欲しい。これだね、これは確かにね。そう、でもこれね、1台6600円ぐらいするんですよ。あ、なるほど。 そんなに、こうね、でも一家に1台あっても面白いかもしれない。面白いですね。じゃあちょっとクマさん、視界が悪いんで、決勝戦でやっていきましょう。あ、じゃあお二人で、はい、最後の戦い。そうですね。では、いきます。はい、よーい。おお。あ、1ポイント。あ、強い。削った。あ、なんかすごい遠い。転戦してくらいまだ。あ、結構気になった、先になったでしょ、今。あ、あ、さ、鉄壁にね、なんか間をすり抜けられた。そうそうそう、そういう。あ、やばいやばい。
やばいやばい、あれもうこんな点数やったやった、やばいやばい、ここの角度、あっ、あっ、なになに決め台詞、ここの角度もうね、これがだからこのゲームポイントですね。ここに集中すぎるとダメ。ここから5点連取。あれ、ほい、ほい、おお、あ、当たった、これ、これ今の、今の微妙だな、ほい、今、はい、今のはどうですか、まあ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 、OK、です復帰したら、復帰したら、おおおおつけたね、1個つけた、あっちにこんなってんのかな、おおおやったー、いや、強い、普通に強いですね、強いっす、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、全部のゲーム初めてですか、初めてです、全部負けた俺らはうん、センスだね、ね、自信満々に記憶力がなんとかとか言っててねはい、クラスクでした、はい、クラスクでした、はい、ありがとうございます、はい、このボードゲームカフェで大丈夫ですか、はい、まあ、カフェっていうかスペースですね、はい、場所的には、習志野駅徒歩2秒、うん、徒歩2秒駅横の駅横の郵便局の上でありますね、で電話でも受付はそうですね、来年の1月から本格稼働する予定なんで、うん、指導しますので、はい、今日はまあプレリリースということで楽しませていただきました、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、またありがとうございました、はい。